どうも、こんにちは。今回はですね、ちょっとね、駐車の動画とかね、そういう運転の動画ではないんですけれども、駐車がね、苦手な方に対してね、こういうのも原因なんじゃないかなっていう記事がね、面白いのがありましたので、それをちょっとね、ご紹介していきたいと思います。今見ていただいているのがですね、ウェブカートップというね、雑誌の記事になるんですけれども、そちらの方でですね、サーキットで早かろうが関係なし、バックで車を操るまるで別物の運転上手とはというような記事があります。こちらの方を見ていただくとですね、まあ、ここのね、このように駐車の写真が載ってるんですけれども、まあ、オートテストというのが、まあ、JAF の方であるということが書いてあるんですが、まあ、そことね、ちょっと関係なく、まあ、突然ですが、あなたは手のひらに長傘を垂直に立てて、そのまま数秒間でもバランスをとって倒さないように保つことができますか、というふうに書いてあるんですよね。まあ、長い傘じゃなくても、細長いものならごぼうでも1メートルの物差しでも何でも試せるのですが、やってみると予想以上に難しいと思いますと。で、実はこれがうまくできる人ほど車の運転で難しいとされているバック走行やバックでの車庫入れが上手にできる可能性があるのですということが書かれてるんですよね。一体何の関係かと思いますけれども、まあ長い傘とかをね、この手のひらで立たせることと車をバックで操ること、これにはね、同じようなバランス感覚と先を読む想像力が必要となるためなのですというようなことが書かれております。まあ全くね、僕もね、そういうのを考えたことがなかったんですけれども、まあ、この記事でね、ちょっと興味が出てきました。ここにね、ではなぜ車をバックで走らせるのは難しいのでしょうかと。その答えが先ほどの長傘の話にもつながるのですが、長い傘のグリップ部分を手で握っている時には、傘の向きを変えることもぐるぐる回すことも誰でも簡単にできると思いますと。それは長傘のグリップ部分が、まあ、傘全体の動き、向きや動きを決定できるように作られているからですねと。まあ、車もそうですということが書かれてますね。まあ、グリップでいろいろくるくる回したりとかっていうのがね、まあ、簡単にできるようになってますよということなんですよね。で、こちらの方にね、まっすぐバックすることも意外に難しいと。まあ、車の向きをね、決めるのはタイヤなんですけれど、まあ、手で直接タイヤを動かすことができないので、まあ、ハンドル、私たちはハンドルでその操作を行いますねと。まあ、ハンドルを回してタイヤの向きを変えてますよということなんですよね。ハンドルで向きを決められるのは前輪だけです。まあ、後輪は動きませんね、基本的にはね。前に進むときは進行方向である前輪の角度を決めれば、その通りの角度で進むので感覚がつかみやすいのですが、バックで進むときには進行方向である後輪の角度を直接決めることができません。前輪を動かすことによって1メーターから3メートルほど離れた場所にある後輪がどのような角度を取るのかを先読みして想像しながら手でハンドル操作をしなければならないのです。前進の場合はね、ハンドルを動かすと右に回すと前の前輪が右を向いて、そのまま車も右に向いていくということでね、感覚はつかみやすいんですが、まあバックするときっていうのは前輪がね、右に向いて、それによって後ろのタイヤがどのように動くかっていうことがどれぐらい想像できるか、まあ、これがですね、まあ、駐車するときなんかにはね、非常に、まあ、必要性が出てくるというね、動きになってきます。このあたりがなかなかね、皆さんね、感覚としてつかめないところが出てくるんですよね。で、このチャンネルのね、あの駐車の動画、特にね、駐車の前のね、ミラーの使い方の動画、まあそれがですね、ハンドルを操作をしながら後ろのタイヤをどのように、ミラーを見てどのように動かすかっていうところをね、あの練習の仕方というのをね、ちょっとね、紹介してるんですけれども、まあこれがね、感覚をちょっとね、養うという方なね、簡単なやり方みたいな感じになりますので、ちょっとそれをね、皆さんもやってみるといいかなと思いますよね。で、この状況は長傘を手の上でバランスをとって立たせることと似ていますと。目では傘の先端の動きを捉えて、一寸先を予測しながら手をどう動かせば傘が倒れないようにカバーできるのかを考え実行する必要があるのですということが書かれておりますね。もう傘の先端の方を見て、まあ傘と逆向きですよ。右に倒れようとするんであれば、まあ右の方にコクッと動かして、まあ倒れないようにしてあげるというようなことをね、先を読みながら手を動かすということですね。まあ考えてる時間はないっていう状況になりますので、まあそのようなね、予測をしながら目で見て頭で考えて手を動かすというのが一瞬にできるかどうかっていうのが、まあ駐車とつながるのではないかなっていうことがここではね、書かれております。
こちらの方にね、車をバックさせるときにも、目では後方や周囲の安全を確認しつつ、道の幅や障害物に合わせて、後輪がどのように動くのかを常に先読みしながら手でハンドル操作をする必要がありますと。冷静に考えると至難の業ですよね、と。で、故にバック走行が上手な人っていうのは、まあ、常に後輪の動きを頭で予測できてて、手に的確な指令を出すことができる人ということになりますね。で、まあ、ペーパードライバー講習でね、よくあるのがですね、目で見て自分の中で車が寄ってしまってたり離れてしまってたりっていうことが分かってるっていう状況の方っていうのはね、非常に多いです。ほとんどの方がもうミラーを見てて車が寄ってってるなーっていうのはね、分かってるんですけれども、ただね、手が動いてないっていう方はね、すごく多いですね。あーって言いながらそのまま下がってって結果的に右に寄ってしまう、あーって言いながらそのまま離れてってしまう。で、あーって思うということは、自分の思った通りに車が動いてないという証拠なので、そういう状況になったら手を動かさない限り、車は必ず自分の思ったところじゃない方に向かっていきますので、あーって思ってるということは、その時に手がいかに動くかっていうことがすごく大事になってきます。それができるのが、まあ、駐車がね、スムーズにできる方っていうことになってくるんですよね。後輪が動くことによって車がどう動くか、まあ、ボディの大きさやデザイン、まあ、タイヤのサイズ、大きさなどによっても変わるということなんですね。まあ、ボディが大きいとかデザインっていうのもね、普通のセダンみたいなのからミニバンタイプみたいなのとかね、いろんな形によって違ってきますし、まあ、タイヤがね、大小大きさが違うとかね、そういう部分、あとホイールベースの長さとかね、まあ、そういうのが車によって違うので、そういう部分をどれぐらい自分の頭の中でイメージできてるかっていうことがすごく大事になるんですよね。なのでね、形にとらわれすぎるというのも非常に良くない。だからこういう場合どうしたらいいんですか、通路が狭かったらどうしたらいいんですか、前に車がいたらどうしたらいいんですかとかっていうのを、その場合はこうするとかっていうことではなくて、まあ、こういう風な状況だからこうした方がいいんじゃないかなって自分の中でね、頭の中でイメージするということが非常に大事だっていうことなんですよね。どうしてもね、形にとらわれすぎてしまうと、そうするとね、なかなかね、その自由度というかね、その都度その都度考える力というのがね、出てこなくなってしまいますので、まあ、このチャンネルではね、やり方をね、こう、形として出しておりますけれども、あくまでも初期の段階でやってもらうものになります。慣れてきたらね、こだわる必要は一切ありませんので、自分の中で頭で考えながら、先を読みながら、どのようにハンドル操作をするかっていうのを考えていってほしいなと思っております。こちらがね、まあ当然のことながら速度が上がるにつれて、まあ氷の動きを先読みして手を動かす速さと正確さが求められるというようなことが書かれているんですよね。で、ここにね、バック走行をね、上達させたいと思ったら、まず練習すべきは、まあ、手でハンドルをどれぐらい切ると、どのような角度で更新するのかを地道に確かめると。で、思った以上に角度にパッと手が動くような感覚を磨くことですと。だからまあ、どのぐらいハンドル切ったらどこに行くかなっていうことをね、勘で頼るんではなくて、実際に自分の中で試してみるっていうことが非常に大事ですよということなんですよね。ゆっくりで大丈夫な、安全で広いところでゆっくりにどのように動くのかっていうのをね、練習をしてってあげてください。で、慣れてきたら速度を上げてってもらえれば OK ってことですよね。その頭で考える時間が少なくなってくるわけですよね。時間的な余裕がなくなってくるので、速度を上げていけばその辺ができるようになってくるということですよね。で、あとはですね、まあ、まっすぐにバックする。っていうのもね、案外難しいっていうことなんですよね。まあ、前進するときはね、車まっすぐ、まあね、この、前に走らせるときでも微調整をしながら走ってると思うんですよね。それをですね、バックになったときも同じことをしなきゃいけないんですよね。さらにね、バックする場合は動く前輪っていうのが後ろ側に来る形になってしまいますので、余計に車の動きっていうのはね、機敏に動いてしまいますので、そのあたりをね、自分の中でね、練習をしてみるといいですね。周りにね、そういう人とかいない、物とかもないような状況で、安全を確認した上でね、バックをまっすぐしてみるとかね、そういう練習って非常に有効にはなります。いろんなところを見ながら、自分の中で少しずつハンドル操作をしながらまっすぐ下がる。ということをやってみるといいかなと思いますね。で、こちらの方にね、今書かれてることをですね、実際にね、やってみました。で、その動画をね、ちょっと見ていただきたいと思いますので、どうぞ。
で、今ね、見ていただいた通り、まあ大体ね、このぐらいの時間です。僕がやったとして。で、このね、やってる棒に関しては、長さが大体ね、1800ミリ。まあ1メートル80センチぐらいなので、まあ長い傘とかより比較しても、まあ倍以上、まあ長い傘だったらもう3倍か4倍ぐらい長いと思います。まあ1メートルのものにしたらまあ2倍ぐらいの長さがあるので、長くなれば長くなるほど、まあバランスが取りにくくなる。あとね、場所がね、ちょっとね、そんなに動けるところではないので、少しバランス崩したらもうね、届かなくなっちゃうんですけれども。なので、まあ、それでこのぐらいの感じでできますよっていうことなんですよね。なのでね、皆さんもね、ちょっと一度やってみてください。自分でね、どのぐらいできるのかなっていうのね。最初、傘とかちっちゃいの長くないものでやってみて、まあ、ちょっと長いものとかがあればね、同じような感じでやって、秒数測ってみるといいかなと思いますね。で、同じぐらい僕のね、できるんであれば、まあ、同じようにできるっていうことだと思います。まあ、このね、記事によると。なんでこれよりもね、かなり毎回毎回やってもね、5秒とかね、まあ、10秒いかないぐらいにすぐポンと終わっちゃうって方は、やっぱりちょっと先読みができてないっていう可能性がありますので、毎回毎回うまくいくわけではないと思いますね。これはもう指先でやるとね、まあ、20秒ちょっとぐらいが一番最高で、まあ、短いとね、10秒いかないとかね、そういうような場合もあります。手のひらでやるとね、その分掴む感じが掴みやすいので、まあ、30秒というような感じになってますから、最初難しかったらね、手のひらでやってみてもいいかなと思いますので、一度ね、皆さんね、簡単に試してみるといいと思います。まあ、ここからね、注射とかね、そのバックするっていう感覚をね、養っていただければと思いますので、ちょっとね、そういった記事がありましたので、ご紹介をさせていただきました。最後までね、ご視聴ありがとうございました。